雪女になった、上白石萌歌、強烈ショットも、綺麗すぎ、見とれちゃいましたと、ファンうっとり。女優の上白石萌歌が16日までに、自身の SNS を更新。TBS 日曜劇場、ヴィヴァンにドラム役で出演し、人気を集めた俳優の富栄ドラムとの2ショットをアップした。上白石は自身のインスタグラムで NHK ライフ冬一ありがとうございました。5本ものコントに出演させていただきました。5本とも笑いを耐えるのに必死で、丹田に力を入れまくりましたと綴り、お笑いコンビ、うっちゃんなんちゃん、内村照義が座長を務める。15日に放送された NHK 総合のコント番組、ライフ、人生に捧げるコントに出演したことを報告。真っ白な衣装に白髪ロングヘア姿は、中でも強烈だった雪女ショット。ドラムさんと写真を撮っていただきました。と、モコモコの白い衣装で雪男に変身したドラムを紹介した。この投稿には、雪女綺麗すぎました。見とれちゃいました。最高でした。雪女感たっぷり。モッカちゃんは何しても可愛い。などの声が寄せられている。